札幌にある芸能事務所が今月から民謡など邦楽の生演奏をインターネットで配信するネットライブを始めました。なぜネットなのか、そこには切実な事情がありました。札幌市東区のエゾンミュージック、十数人のアーティストが所属し、例年月の半分は全道各地で民謡の生演奏をしています。ところがコロナの影響によってですね、一つも仕事がない、一つも演奏がないっていう状況になりまして、3月以降の公演が全て中止となる中、代表の新田さんは意を決して事務所を改築、スタジオを作りました。スタジオの中で撮影をして、それを生配信できる場所を作った方がすぐにそのファンの皆さんに届けられるんだと、音楽を届けられるんだ。札幌のプログラマーの協力を得て独自の配信システムを作りました。エゾンミュージックのホームページでお目当てのライブを購入すると、購入者のアドレスに動画が見られる URL が送られてきます。これをクリックするとスタジオとつながります。第1回目の配信は39人が視聴しました。配信を始めて2回目のライブが行われる日、開演の5時間も前から事務所に所属するアーティストたちが準備に取り掛かります。カメラや照明、音響も自分たちで務めますが、触れてないな。インターフェースからパソコンに、スタジオの音が配信用のパソコンに入りません。新田さんがシステムのプログラマーに問い合わせます。ちょっと写メ送りますね。今なんだこれ、デバイスを選択されてなかったな。あ、入った、入りました。ありがとうございます。すいません、大丈夫でした。はい、ちょっと焦りました。いや、相当焦りました。わかった。リハーサルを行うのはこの日の配信の主役、井上剛さん21歳。3歳で民謡を始めた剛さんは10歳の時に全国大会で優勝を果たしました。HBC は高校時代の剛さんを追ったドキュメンタリー番組を制作しています。苫小牧の高校で教師と衝突した剛さんは余市町の北西余市高校に編入しました。中退や不登校を経験して全国から集まった生徒たちと2年余り過ごしました。まあ、もっと強くなって頑張ってください。前の高校生活っていうのは楽しくなかったんですけど、今はとても楽しくて。余市町内の民謡教室では毎週三味線で伴奏を務めました。フランスのバンドと共演するなど演奏の幅を広げていきます。おととし、剛さんは北西余市高校を卒業しました。ありがとう。卒業翌年の去年秋、エゾンミュージックの所属となった剛さんはデビュー CD も発売しました。男ロマンの演歌節。しかし予定していたツアーは相次いで中止となり、会場での販売ができません。100枚も売れてないと思います。で、やっと CD ができて
これからだっていう時にこのコロナが流行ってしまって、なんかショックですよね今は。さあということで、ここでですね、エゾンミュージックのシステムを使いましたインターネットでの中継つないでみたいと思います。新田さん、つよしさん、こんにちは。こんにちは。はい、つよしさん優しそうな顔してますけど、高校時代結構なもんでしたね。今いろいろ悪くなりました。エグザイルっぽいですよ。でもやっぱり余市行ったことでいろんな出会いがあったでしょうかね。そうですね、たくさんいろんな出会いをさせていただきました。うん、新田さん、スタジオを作ったり機材の準備、これ大変だったですね。はい、そうですね、もういろんなものを揃えればあれもこれも揃えなきゃいけないっていう、うん、たくさん揃えるのが大変でしたね。いや本当にお疲れ様。そしてもう新たなチャレンジ大変だったと思います。はい、はい、その皆さんの、ね、思いが詰まったネットライブの本番気になりますよね、うん、熱のこもったステージ、ね、まずはねご覧ください。どうなったんでしょう、うん、開演の15分前、なんか生のライブより緊張お客さん聞こえてるかなって午後7時、皆さんこんばんは。本日もエゾンネットライブスタートいたします。サイトのアーカイブにも保存されるので配信後の購入も可能です。また期限内なら何度でも視聴できます。もうどうしようかと思いましたね、本当に ね、どうしましたか。もうお風呂場で一生懸命になっておりましたよね。なるほどですね。コンサート
楽だ。あ、なんか楽して早くお客さんの前でね歌えることを歌えるか楽しみにしたかった。ほんとしたよね。どうしました？というインターネット配信になったようですが、まずは剛さん、歌いたくて歌いたくてって言っててお客さんはいないですけども、歌えた気分いかがでしたか？もうあの時は最高の気分でしたね。その表情からも伺いましたけれども、この剛さんの今回のライブはですね、今月いっぱいエゾンミュージックのホームページから1500円で購入することができます。新田さん、はい、普通のコンサートの方が楽だとおっしゃってました、まあ、ネット配信という新しい試み、お客さんはいませんけども、こういう形にもなっていくのかなと思いますが、どうお感じですか？そうですね、本当に年内も来年の春までちょっと希望を持つことができなかったんですけど、この配信ライブをやることによって、明日にでも逆に演奏が届けられる、また、北海道から世界につながることができるって思った時には本当に今は希望が持てて幸せですね。そのつながりということなんですけれどもね、実はエゾンミュージックでは配信だけではなくて、高齢者施設などと双方向で結んだ生ライブも計画中です。すでに5月下旬にテスト配信を行っていまして、施設の高齢者の方に生演奏を届けられたということなんです。新田さん、皆さんの反応いかがでしたか？もう皆さんの笑顔を見て、あとそうですね、寿命が5年延びたって言葉を聞いた時には本当に嬉しかったですね。そうですか。はい、それではですね、せっかく今中継がつながっていますので、何か最後に1曲生演奏をお願いできますか？それでは北海道民謡を代表してソーラン節をお送りします。それではどうぞ。お願いします。私たちとに波に聞けちゅう、そういやさのどっこいしょ、あどっこいしょ、あどっこいしょ、どっこいしょ、あどっこいしょ、あどっこい、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 へい、やりそらん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 、へい、しばらくの間はこういったスタジオでの配信でのライブ活躍期待しておりますので、ありがとうございます。今日は太鼓に新田さんも来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本当にね、今の芸術や音楽の世界、まあ、なかなか今大変でステージ立ってないという方も多いんですけども、その中で新たな挑戦している人たちもいますので、皆さんも応援してください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。